流儀ですね。今回は、漢字は覚えるな。漢字は覚えるな。はい。まあ僕あのね、ドリームアカデミアっていうね、塾、学校みたいなのやってるんですけど、その塾長が、なんと漢字が書けない、読めない。だから生徒さんはね、僕のことをより深く理解していただいてる生徒さんは、毎回振り仮名を送っていただけるというね、ありがたき幸せなんですけど。どうでしょうか。ね、塾長漢字も書けないのかと。まあそう思う人も、まあでもそう思う人は入らないかもしれないですけどね。まあ何が言いたいかというと、漢字を覚えなくても自由に飯は食っていけるっていう、それが僕が字で言ってるってことですね。そう、字で言ってます。もはや漢字が書けないっていうのがキャラクターになってるっていう。だから漢字を覚えないっていう、だから もはやそれがペルソナじゃないわ、僕のアイデンティティになってる。漢字を書けない塾長みたいなね。それがアイデンティティになってるので、アイデンティティっていう意味なんですかね。まあ使ってみましたけど、アイデンティティって何なんだろう。調べていいですか。このね、今はね、便利な時代なわけですよ。意味をね、すぐ調べられるんで、アイデンティティとは、アイデンティティとは、同一性、すなわち、他ならぬそれそのものであって、他のものではない、という状態、性質のことである。そのような同一性の確立、難しいな。まあいいや。唯一無問です。そう、漢字が書けなくても教えられるわけですよ。漢字が書けてもね、指導はできるんです。ね、だって喋れるしね。そう。だからまあ今っていうのはもう昔はね、読み書きそろばんみたいなのありましたけど、昔はスマホがなかったわけですよ。今なんかはポケットから取り出して数秒でその意味を調べられるわけですよ。でね、これパソコンテクノロジーと、テクノロジーの暗記記憶と人間の記憶、これ勝負しても勝てないんですよ。パソコンの記憶力に勝てます？絶対勝てないでしょ。パソコンの暗記力ね、無理でしょ。勝てないでしょ。どう考えても無理ですよ。いや、だったらもう勝てないんだったら白旗あげて、もうそれを使えばいいんですね。だけど人間ができることで、じゃあその暗記ではなく人間自ら考えるとね。もちろん今 AI が考えてくれるっていうのももちろんあってね、それに頼るっていうのももちろんあるんだけども、じゃあ全部機械に任せといたらいいのかっていうわけでもないわけですよ、現状としてね。だって自分の人生は自分が生きていて、自分の人生はロボットが生きてるわけじゃないので、例えば自分の意思決定ですよね。じゃあ就職するのか、転職するのか、会社を辞めるのか、その意思決定をロボットに任せますか。まあその時代も来るかもわかんないですけど、ただそこでどういう決断をしていくのか、どういう道を歩いていくのか、それは自分が考える力がないとダメなわけですよ。だから暗記はしなくてもいいけど、考える力は養えと。失敗した時に、うまくいかなかった時にどう考えて立ち振る舞うのか、それが人生においてめちゃめちゃ重要なファクターなんですよね。だから多くの人はなんか ぶっちゃけテストってね、暗記じゃないですか。暗記はもう意味ないです、正直。暗記する、考えることが意味はあるけども、暗記することは意味ないです、もはや。だって暗記しなくてもスマホで1秒で答えられるじゃないですか、検索能力あればね。どうすか。もちろん暗記してすぐ回答できるので、それも利便性はあるかもしれないけれども、ただしその容量、メモリーには限界値があるよとね。どう考えてもスマホで、じゃあある特定の分野はすぐ回答できたとしても、違うものが来た時に、いやそれ暗記してねえしってなるじゃないですか。もうだからもうクラウド上の情報、クラウド上に暗記、クラウド上にある情報を引っ張り出せればそれで終わりなんで。だから検索する能力、答えを導き出せる、使いこなし。だからさ、海をね、こう乗り回す。サーフィンを、その波をこう乗り回すみたいなね。だ波っていうのがスマホの波ですよ。スマホの波をに飲まれるのか、乗りこなすのかって話ですよね。まあ、使い倒せばいいわけですよ。だからそれを使い倒せるようになればお金も稼げるし、
いろいろ人生は切り開けます。ただし飲まれてしまってる人が非常に多いので、もったいないなと思いますね。いってらっしゃい。